そうです、猫ちゃんおらのです。まこさんです。いやもう汗だくすぎるよ、ちょうどもうすでに。どうですかちょっと今ね、準備運動と素振りが終わったところなんですけど。そうなんですよ。はい、今日はどういう感じで稽古していきましょう。今日は防具つけて面打ち、小手打ち、連続技の小手面をやります。お願いします、はい、お願いします。松尾多動中継。大きく振るのは基本、昇段審査用。なるほど。小さくいくのは試合用です。あ、わかりました。ファー！あー！あー！よく見る！よく見るやつ！動画で見た！松尾多動地域。小手打ちをやりましょう。要領はさっきの差し面で一緒です。手元をいってー深いとか今すげえいいとこに当たった。あ、そういってーファーッ。こっちに意外といてんだよな、これ。体重が乗るか。受けるぞー。痛いわ。じゃあ、小手面しましょうかね。松尾多動。小手面します。小手面は、さっきやった面、小手の大技なんですよ。はい、いわゆる二段技。はい、いやあ、おい、こっちだ。すごいすごい。常に本気です。おお、いい感じでしょ。スムーズ。先生どうですか。いい感じです。ありがとうございます。松尾多動中継。ちょっと。応用編です。すごい、いいの。血のほど来てて頑張ります。無理な時に言ってください。わかりました。無理です。はい、ゴー。みかさん大丈夫です。大丈夫です。でも小手が怖い。終わりました。どうですか。余裕です。あ、余裕。はい、ここもダメ。痛い方が痛い。とってもね、早く出血しよう。
奥さん心配しないで、これ剣道だからあのね、剣道部あるあるですこれ。剣道の稽古だからいじめじゃないから大丈夫です。松尾多動地域おう。あと30秒。ラスト10秒。ニカさん一回やります。お願いします。さっきの地下子見たらね、ニカさん前が近いですよ。飛び込めないんで、だから飛び込めない前をキープして試合します。
松尾多動地域はい、ニカさん近いんで、だからここまで来ないと打てないんですよ、はい、ちょっと軌道が変わるとずれるんです。本来ここから打ってきてます。あ、そうか、超えれるでしょ。そうか、なるほど、ここから取る。おお、なるほど。皆さん参考になったかな。ありがとうございました。松尾多動地域50本切り返します。あー、地味に見えるでしょ。2キロ走るのと同じぐらいのきつさでした。結構来るよこれ。結構きついですよね。終わりましょうか。はい、もう乾いてー、止め、ありがとうございました。ありがとうございました。松尾多動中継、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。まだかかり稽古やってないですもんね。だから本当になんかこう過酷な稽古っていうのやってないので。なるほど。まだ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 と序の口というか、きつかった。きつかったですね。あのね、間が空くとね大丈夫なんですけど、その回復するぐらいなんですけど、やってる時はねちぎれそうです、いろんなところに。そうでしょ、肺が破裂しそうなぐらい呼吸するじゃないですか。冷たくなるんですよ肺が、なんか気にしようから途中でね、いやもうずっと声出してたでしょ。声出しようかと呼吸が持たないんですよ。だから声出す。そう、声出すももっと動けるじゃないですか。はいはい、はい。で、ウランさんがそれが苦手なんですよ。ああ、なるほど。きつい時に声が出なくなっちゃう。なるほど。その時に声を思いっきり出すと、まだ動けるんだ。なんでもいいですよ、稽古だから。うん、松尾だーで、松尾だーって。もういいんだ。とにかく声をでかく出せば、軽減されるんで、それで自分を鍛えていかないと。最後の切り返しが一番きつかったから。まだね、だって稽古やるにしても、二階堂さんたちとやるんだ、そんなに体力使うんだ。ああ、そうか。そうですね。さすがにね、真子さんとやるときは相当きついですけど。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。稽古に来てほしいところに行ってください。そうですね、遠くなけれど、お手を打たれすぎた方は青じみにならないように。なったら、なったら、なったら、もうマスター。結構きついよ。やばい。右でもきつい。右でちょっとまっすぐしてあげて、右の方がね、まだやっぱ耐えれるね。そうです。それラケット握っとった分、それじゃダメなの。左が強くなる。いや、それでも。それでも。